はい、やっていきましょう。本日こちらポケモンの、チャンピオンロードかなに今います。そんなところがあるなって一言も聞いてないから分かんなかったんですけど、あ、いけね、いけない、上がんなきゃいけないのか。初見殺しみたいにすごい道が多いの。さっきどっち行ったんだっけ、こっち行ってないよね。でもこうだと思う。あ、ボールが、あ、ボールしかない。おかしいな。ゴールドスプレーね。降りられない。また元に戻ってるわ。誰だよ、元に戻したの。ね、これ進んでいくじゃん。で、こういうところもぶち当たるから。こういうことでしょ。これは頭を使わなきゃいけないやつだよね。ああ、分かった、そういうことか。ここで一周しなきゃいけないんだね。これ、これは難しいかもしれない。私がバカなだけかもしれないですけど。よかったよかったよかった、さすが自分。バトルになっちゃうかな。あ、大丈夫だった。ああ、でもやっぱり無理じゃん。今の私にポケモンの視点の倒せるか試してみる。さあどうでしょうか。この人も案外狙ってるんだね。ピクシー、これで視点のは目指せないと思うよ。ここでレベル上げしたいなと思って、しばらく放置じゃない、撮影してなかったんですけど、ここポケモンのバトルサーチャー使えないらしいんですよ。バトルサーチャーっていうのは、ここの大切なものに入ってる、これなんですけど、そう、使えないんですって。私それ知らないでずっと進んできた結果、ゴールついちゃいました。もうゴールついちゃった。いや、次。マンジーってことで。んー、どうしよっか。もう行けばいいのかな。一応レベル上げしてきたんですよ。別の場所で。なんで、その結果をご報告したいっていうのもある。おお。滝があるね。不思議。どんな感じになってんだろう。あ、そっか、滝の峠登りね。ダバダバ、おお、ばばばば。おお、すげえ。王家の洞窟みたいな。王家の洞窟って何？あら？何これ？自動で進まないの？ここ。スーって進むかと思った。え、何？意外と落ち着いた雰囲気。え、もっとなんか、すげえ、ロックな音楽が流れてるような気がしたんだけど、爽やか。爽やかってか、どやかですね。和みますね。ということで、今回は、やっちゃいますか。じゃあ準備しましょう。はい、始まりました。第1回ポケモン選抜総選挙2018始まりました。イエーイ。今日2月になぜか総選挙をやることになりました。さあ、私司会ポプラが務めさせていただきます。この総選抜総選挙では、これから戦うポケモンリーグってところで戦うポケモンたちを選抜していきたいと思います。と言いますのも、まあ、6体で戦っていくのはまあ当たり前なんですけれども、最近マンネリ化がちょっとしてるんですよ。同じメンバーばっかでつまらないっていうご意見がまあないんですけど、個人的に感じてたので、今回改めてシャッフルさせていきたいと思い、レベル上げをさせてきました。その結果、とある方々が名乗りを上げてきました。結構います。初めて登場するポケモンいっぱいいます。ご視聴一覧はこちらです。ドドーン、いっぱいいる。もう数えられないぐらいいっぱい。ということで、こちらが立候補者です。立候補者リスト見ていきましょう。で、まずナンバーワン。ギャロップさん。立候補ナンバー91番です。レベルは50。すごいでしょ。レベル50まで上げたの。超疲れた。性格は脳天気。酸っぱいものが好き。物音に敏感。とのことで、馬らしいですね。
で、ステータスはこんな感じです。攻撃122、HP は141とちょっと低め。セーバー安さが142と高め。そして、技は何と言っても大文字、火炎車だといった炎タイプと飛び跳ねるもなぜか覚えてますね。なんかちょっと見えちゃいましたね。ダメじゃないですか。さすが操作慣れてないやつですね。こういう技です。2ターン目に相手を攻撃する状態、ものですね。立候補者ナンバー2、立候補ナンバーは61番、ナメフラスさん。正確、正しい名前はトリトドンです。レベル50。そして幸運の王冠をなぜか持ってます。臆病な性格で甘いものが好きで、205番道路で出会ったそうです。そして HP181、優秀。ステータスは攻撃防御、特攻などは、まあまあ、100あんまいってないですね。ステータスはこんな感じ。波乗り、竹登りなど、必殺技2つを持っているのが、秘伝技2つ持っているのがちょっと痛いところです。濁流、泥爆弾を持っています。泥爆弾は電気タイプに結構有効みたいですね。多分そうだよね。続いて、トロピウスさん。レベルは50。みんな50だね。おっとりした性格で、渋いものが好き。かけっこは好き。あ、そうなの。一回もかけっこしたことないわ。あ、そう。そっか、こういうの読まないと、なんだね。でも、こういうかけっこが好きとか書いてるけど、これ何か意味あるのかね。渋いものが好きは多分餌。餌付けだよね。出現のところはまあ関係なくて、おっとりは何だろうね。サボったりするの？サボったりなんかしたら即首だよ。こんな感じステータス。HP が高いんですね。レベル30っていうか、もう捕まえた時ぐらいにはレベル、じゃない、HP が100を超えてて、即戦力かなと思ってやら、育ててみたら、まあこんな感じですね。特性は3パワーだって。で、技は結構ね、飛行と草なんですよ。こんな感じで、結構使えたり、あと、体力を回復する技があるっていうのがいいところかなって思ったりしてたりします。次は、みんな大好き。ピカチュウさん。いや、ベイクドポケモンついに登場。生意気な性格。まあ、主人が生意気だからピカチュウさんも同じような感じなんでしょうね。で、苦いものが好きらしいですね。私と正反対。負けず嫌い。あら、アニメバージョンのピカチュウさんそっくりだね。いや、そりゃあね、もう芸能界で大活躍するピカチュウさんですからね。HP は140と低め。なんですが、攻撃力は100を超えてて、まあ、ステータスはいいんですね。現在の技はこんな感じ。アニメ版そっくりにできるかなと思ったんですけど、ボルテッカー覚えなかったです。もうちょっとレベル上がった方がいいのかな。どうやってどうしたらいいんだろうね。せっかくなんで穴ホールを持ってますね。アイアンテールを10万ボルト。あと電光石火か。電光石火別にノーマル技だよね、あれ。別にいらないよね、正直。ということで、雷覚えてます。雷の方が断然強いと思うんだけどね。次は、ドータくん。はい、素直な性格で。粘り強く何でもよく食べるっていうすごくいい子ですね。最初ら辺ね、ドーミラーの時はね、たびたび心配されてたんですよね。この子大丈夫なのって。なんか中には1話だけね、なんか選抜から外すみたいに言われたことがあるんですよ。まあ、この子だけじゃなくて他の子にも一緒に行ってたんですけどね。で、ステータスはこんな感じ。HP は低めだけど、防御が結構強めなんでね、タフなんですよ。で、怪しい子を持ってるんで、エスパータイプが結構強くなります。この子は結構ね、いろいろ魔法を使える子なんで、怪しい光催眠術を使うのが何よりの特徴ですね。怪力覚えてるのはちょっとあれなんですけれども、エスパーの神通力、これがもう、とりあえずね、この子の一番の技ですね。はい。威力は8でですが、怪しい方向を持ってるんで、もう少し上がってると思います。そして最近はなんか眠らせ技が結構効かせたりしてますよね。続いて、フワライドさん。いや、なぜかこの子だけスタンドがついてるんですよね。この子だけかな。適当なこと言ったわ。穏やかな性格で、レベル15の時に出会って苦いものが好きってことで、結構ね、最初ら辺からお世話になってる方です。こんな感じで HP がすっごい高いの。だから、この子を入れて、で、弱ってる子を回復させるみたいなこともできたりするわけ。それ以外のステータスは微妙なんですね。あと、誘爆があるのがなかなかいいですね。まずはこんな感じ。空を飛ぶシャドーボール破壊光線夢食いってことで、秘伝技以外は全部こちらの方は技マシンで覚えさせました。はい、夢食いっていうのはエスパータイプの技で、そう、寝ている相手の夢を食べてってあるけど、まあ要は回復するって技です。結構いいですよね。破壊光線をもちろん覚えてます。すごい、150だってやばいね。で、このシャドーボールも覚えてます。ってことで何でも使えるような方です。
次はアグノムさん、一回も使ったことないです。伝説のポケモンを勝手に捕まえました。いやーなんかさ、最近撮影できてなくてさ、もういいや、暇つぶしにやっちゃえと思ってね、一発で掴みました。もう嫌だね、ほんと。ロケット弾よりはきつね。大丈夫、私の正義の悪ですからね、そういうの。だから大丈夫、ロケット弾に適さはされません。レベル50で一回も使ったことはありません。 HP はこんな感じ。ステータスがね、攻撃特攻は強いのですごい高いんですけど、それが微妙なんですよね。スピードスーター、騒ぐ未来打ち、ワルダム組と、技も正直微妙。使ったことないからどうなのかすらわからない。ちょっと考えどころの子かな。続いてはレントラーさん。はい、暇つぶしで、1から育てました。そうなんです。レベル4でレベル4のやつを捕まえてここまで進化させました。テリアな性格で、気が強く何でもよく食べるってことですね。テリアなんですね。多分どっかのトレーナーが使ってんのを見て、あ、この子いいなと思って育てました。完全に自分のタイプですよね。もうそういう技とかそういうことじゃなくて、もうただ単に自分が捕まえたポケモンを捕まえてるだけなんですけど。ステータスは万能ですね。攻撃も良く、投稿も良く、HP もまあ良く。で、技は電気ですね。なんで、ピカチュウさんとライバルって感じなんですよね。どっちが強いんだって感じですが。次、ユクスイの方。この方もまた同じような感じで湖で使いました。微妙なんですよね。エスパータイプが使えるんですね。考えどころ。目が開いてないから、ちょっと大丈夫なのかな。ね、老眼かしら。続いて、ギラティナさん。ギラティナさんは竜の波動、原始の力、ドラゴンクロード、シャドウダイブ、覚えてます。シャドウダイブが本当ね、強いんですよ。HP も素晴らしい。そして何よりステータス全部100超えてます。もう素晴らしい。一体何位になれるんですかね。ただ、いじっぱりなんですね。で、辛いものが好き、いたずらが好きってことで。ルカリオってことで、卵から育てました。卵のポケモンがリオルってことは前々からしてたんですけれども、今撮影してない間にこっそり育てておいてました。ってことで、9月20日で帰って出会ったってことで、もう結構前からね、育ててるんですね。いや、一回は撮影してあげろよって感じですが、隠れてコツコツ育ててました。辛いものこの子も好きなんです。そして意地っぱりなんですね。誰かさんそっくり。で、HP が150、攻撃140と素晴らしいですね。で、こんな感じで格闘系なんですね。唯一格闘系なんで。格闘って何に強いのかとか、ちょっとわからないんですよね。なんで、もしかしたらタイプ合うかもとか、合わないかもっていうのがちょっとわからないんで、使いどころがちょっと難しいですよね。まあ、これからまだまだね、ポケモン捕まえたりして、経験積んでいけば格闘系とかドラゴン系とかもね、何が強くて何が苦手なのかとかも分かってくると思うんですけどね。あ、傷やとかは何もないですね。次、エンペルトさん、素晴らしい。もうジム戦は全部ね、出た唯一の方です。そして慎重な性格で苦いものが好き、とても几帳面ってことですね。 HP もステータスもバッチリ。一体何位になるんですかね。最近はでもギラティナさんに負けちゃったんだっけ。そうだよね、バトルした時多分やられちゃって、ってなったんだよね。そしてレベルが61。すごい。学習装置持たせてたからね。結構上がったわ。さあ、一体何位に上がるんでしょうか。すごい。毛艶がいっぱい。すげえキラキラしてんね。あれ、これだけかな。あ、ということで、以上でこれが立候補者になります。さあ、一体誰が選ばれるんでしょうか。ドキドキドキ。ドキドキドキ。発表します。で、1位は、あ、1位から発表します。で、ちょっとハガネイルさん今ここに入れてるのは気にしないでください。枠をちょっとやってるだけ。連れていくか。こっちだね。第1位は、どこ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 。獲得票数、ポプラからの1票。どどん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 。エンペルトさん、バーイ。ということで、当たり前ですね。何一人でやってんだって感じですが。まあ当たり前です。レベル61ですからね。この子が1位じゃなきゃ何も話にならないですよね。ということで、どんどん進んでいきましょう。1位、2位とかはもう大体予想つくんですけど、5位、6位が誰に入るかってところですよね。第2位は、どこ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 どん。ギラティナさん、やったね。ということで、ギラティナさん第2位です。蓋に入ったんで、ハガネイルさんも下ろしましょう。預ける。はい、お帰りなさい。
では第3位の発表です。ダカ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 ダ。第3位はドン、トータくん、おめでとうございます。イエーイ。ということでトータくん第3位です。うーん、素晴らしい。トータくんみたいにね、眠らせたりする子は案外必要なんですよね。1体ぐらいはね、眠らせてからチェンジするってことができるっていうのが強みかな。必ずしも攻撃されるのが強いっていうわけではないです。はい、行きましょう。第4位は、どこ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 、あ、違うところ開いちゃった。ドン、ギャロップさん、おお、おめでとうございます。やっぱり大文字が強いんですよね。物系といえばこの子。第5位、どこ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 、さあ誰でしょうか。残り2枠です。どこ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 、フワライドさん、おめでとうございます。もう少し上だと思ったんですけどね。うん、でもやっぱり HP 高いっていうのが何よりも強みなんですよね。あと誘爆があるからね、やられても相手を攻撃できるってところも強みです。で最後の第6位です。どこ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 、さあ一体誰が選ばれるんでしょうか。どこどこどこ、ルカリオさん、やったー。ってことで以上6体が今回の選抜メンバーでございます。選抜メンバーの様子を見てみましょう。こちらの6名でございます。あ、順番が真逆ですねなんでラカリオさんが一番後ろなの、どういうこと。チェンジ、ダメダメ、ここでは使えるの、そりゃそうでしょ。ということでこんな感じになりました。いかがでしょうか。ファラダソン2番手っていうのがちょっと違和感ですね。とにかく3番、キラティナ、エンペルトってことで。さあ行きましょう。四天王勝てるかな。スルーじゃない。普通に勝って、ポンポン勝っていければ全然 OK なんですよ。はい。もう次の実況シリーズとかも考えてるんで、本当はさっさと終わらせたいんですけどね。意外とここでさ、レベル61まで育てたりしたのに、悪戦苦闘とかなったらね、ちょっと考えどころですよね。また育て直しかよ、このハゲって思うよね。どれにしよっか。あ、違う違う。エンペルトさんの学習装置を、水のなんちゃらかんちゃらみたいなやつと交換したんですよ。どれだっけ、なんかね、水のやつを強くさせる技があるんですよ。どれだっけ、あ、これこれこれ、はい、これで OK です。はい、というわけで本日はこんなところで終わりたいと思います。はい、一人芝居でございました。いかがだったでしょうか。つまらなかった方はいいねじゃなくてなんでそういうことすんねってことで、いいんです、一人でやってるんで。問題なのは総選挙の順位ではありません。ちゃんとね、勝利することです。ここでちゃんとみんな選ばれても勝てなかったら何の意味がありません。つまり選ばれた人たちはそれだけのプレッシャーを、ね、背負ってください。はい。死ぬつもりでやってください。頑張ってください。もうこんなやつやだ。こんなトレーナー絶対やだね。もう絶対逃げるよね。ということでお待たせしました。はい、というわけで本日はこんなところで終わります。次回、四天王、参ります。